ここの楽屋ガーデンステージでやるときってほぼ毎回のように雨が降っていたんですよ。だけど今日は晴れてくれてるので、すごいやっぱあの晴れ女というよりかはもう CD のおかげでした。多分CD が晴天なんで。私はどうだろう、今までの中でも自分の今までの中でもすごいなんかなんて言うんだろう、革命が起きた感じな年で、でも来年とかにももっともっとふわふわで新たな革命を起こしていきたいなって思います。